今日のテーマは、甘崎、甘崎テーマ、夏みかん。どうも、夏みかんでーす。イエーイ。はい、ということで、夏みかんな、最近な、前髪がめちゃくちゃ伸びてきてんねん。ほら。めっちゃちょっと鬱陶しいやろ、前髪。だから今日は前髪を切りたいと思いまーす。チョキ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 。あのさ、やっぱこのご時世やからさ、前髪だけ切りに美容室行くのも、ちょっとなんか、あーって気持ちよく切りに行かれへんやんか。だから家で自分でな、切ろっかなと思ったんやけど、あの自分で家で切るのもなんか失敗したら嫌やなと思ったから、今日は、あっちまでゲップ出そう。ああ今日は、お兄ちゃんがな、今下におるんやけど、お兄ちゃんに今日は前髪を切ってもらおうと思いまーす。なんでお兄ちゃんに前髪を切ってもらおうかって思ったかというと、夏みかんの兄弟、上にお兄ちゃん、夏み下に妹で3人兄弟やねんけど、よくちっちゃい頃お兄ちゃんに前髪を切ってもらっとってん。さすがにな、夏みかんも高校生ぐらいからは切ってもらわへんくなったで、それ夏みも可愛くいたいから。でも小学校の時はお兄ちゃんによく切ってもらっとったから、まあ、その小学校の頃を思い出して、前髪をチョキ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 、お兄ちゃんに切ってくれへんってお願いして、いい感じに切れるかなっていう動画を撮ろうと思います。ちゃんと説明できとったかな。レッツラーミカー、前髪チョキチョキ。はい、ということで、はい、お兄ちゃんのダイくんです。はい、どうも、いつも夏みかんがお世話になっておりますお兄ちゃんですいうことでやってまいりましたよ。違う、お笑いみたいな。お笑いじゃないや、漫才の動画なんだ。違う、大君って呼んであげてください。はい、お願いします。はい、ということで本題に入りまして、はい、今日は大君にお願いしたいことがあります。何、はい、夏美たち、ちっちゃい頃やってたことあんねんけど、うん、覚えてない。え、ちっちゃい時、うん、野球とかやってへんからやってたやん、よく。え、な、え、何やったの。一方的にやってくれてた。一方的にやってたこと。うん、夏美に。ハグ？な、キモ。もう誤解されるから、キモい。前髪をよく切ってもらってたやん。ああ、やってた、やってた。そう。はいはいはい、はい。前髪をよく切ってくれてたやんか。はいはいはい。だから今日は、ちょっと前髪が伸びたんやんか、夏美。ああ、もう結構。こうほんまやな。うん。そう、目にかかったりしてるから、今日は昔思い出したくて、大くんに前髪を切ってもらおうと思って、ハサミを持ってきました。ええの？切っても。うん、切ってほしいね。え、大丈夫？え、でもちゃんと切ってな。まあまあまあ、ある程度切って、こう、整えるとか、まあ一応できるから。うん。だから、ちょっと昔思い出したくて切ってほしいなと思って呼びました。うん、ああ、そうなんや。うん。最近全然誰も切ってへんからあれやけど、できるかわからへんけど、まあちょっとやるわ。うん。じゃあ、早速、はい、お願いします。バトンタッチ！ありがとうございます。いつも小学校の時、夏みかんは、うん、これぐらい切ってっていうのを注文しとってん。夏みは、目にちょっと今こっちとか特に、目がかかってるから、目にかからへん、眉毛より下ぐらい。ああ、結構伸びてんもんな、そう。ぐらいでお願いします。オッケーオッケー。はい。切っていいよ、ほんなら。いいよ。はい。めっちゃ久しぶりやから、ちょっと緊張すんな。切んで。うん、いいよ。ちゃんといつも通り。うん。切る？もう切る？あ、切る切る。ちょ待てや。うん。切ってるから。ちょ、切りすぎてない？ガスガスいってんだけど。いやいや、だってこれ、髪の毛だってこれ一旦、ちょっと長さ整えなのか。うん。だって、これ、どうしよう。前、この辺こうか。うん、置いといて。いい？目開けて。ちょ待て、ちょ待て。整えるわ。うん。え、なんも違和感ない？前髪。いや、全然やで。え？結構ええ感じちゃう？あ、ほんま？うん。ちょ待って、ちょ待って。また長いのがある。はい。ええんちゃうかな、結構。もういい？うん。もうできた？うん。ちょ待って。ちょ待ってや。うん。懐かしい？昔思い出す？いやー、せやな。結構ちっちゃい時からやっとったからな。まぁ、ちょっと大きなってからあんまりもう店行くようになったからあれやけど。いや、懐かしいな。かゆかゆかゆ。うん。いいんちゃうかな。いい。うん、整った、整った。いい？うん。いきます。うん。3、2、1。え？ちょ、待って！もう待って！え、リアルに何してるん？え、ほんま、いや！ちょ、待って！え？いや、ちょ、待って！ちゃうやん。流行りやん、でもそんな。さ、もう待って！やばいやん、ちょ、待って！え？流行り流行り。大丈夫やな。あ、え、ほんまにやばいで。なんで流行りやん。
え、早いよ。知らんの？もう、ほんまにさ。前髪の歌とかあんの知らんの？何前髪の歌って。前髪を切りすぎたら。知らん、もう。ちょ、やばいってこれ。そうよ、それぐらい。それぐらいの可愛いって。え、やばい、大君、マジでこれ。ほんまにやばいで。それ外歩かれへんで、普通に考えて。いけるって。え、結構流行りやで、前髪短いの。ほんまによかった。流行り流行り。ちょっと言葉道の。いや、流行りやもん。だって短いの。流行りじゃない。こんなんやったやん、昔。違う、だから、昔やったらいいけど、今やったら絶対あかんやん、こんな髪の毛。いや、でも、動画やから大丈夫やって。これじゃあ告白される？告白されるよ、そら。じゃあ同じ学校におったら好きになる？好きなの、だって顔が可愛いもん。な、もう何言ってるの、もう。ほんまにやばい。よかったー、でもこれの強ほ、じゃあこれは、本当の髪の毛じゃありません。え？ほんまの髪の毛じゃなくてよかった。え、どういうこと？ちょっと待って、なんとここに入れ込んでいます。え、じゃーん、何これ。え、色一緒やん、だってせやで。え、やばー、何それ。そろんだ前髪でした。何それ。いやいや、え、すごっ。ほんまに、ここに本当の前髪あんて、ほら。だってめっちゃすごい。やばない、全然わからへんやん、これ。待って、でもほんまによかった、ガチで嘘もんで。すごっ。もうマジで怖い。すごいな。すごい。髪大きいやん、だって普通の。まず今日 あの動画の趣旨が、大君に切って、昔みたいに切ってってお願いしたら、髪の毛の質が違うやん。え、そう、まあ、確かにでも同じか。同じやで。ほんまや。普通に一緒やねん、ほんまに。マジで同じや。え、全然わからんって、こんな。え、だから嘘もの前髪っていうのを気づくか、プラス、ちゃんと綺麗に前髪切ってくれるかっていう動画を撮ろうと思ったのに、大君がマジでもう、どんなさ。ちょっと、いや、あれと、ハサミ入れた時に、ちょっと短いきすぎたかなと思ってんけど、でもまあ、こういうさ、眉毛のもっと上っていうの結構流行ってるから、今。いや、流行っててもさ、あれやりすぎやろ、これ。いや、いける。絶対に。いや、すごいな、でもこれ。一緒なんだって、髪の毛やもん。せやで。いや、こういうことやろ、ほら。いすごいわ。え、でもおるおるおる、絶対おる。いや、確かにおるけどさ、似合ってないやん、夏美。やばいやん。でもこれさ、これがいいのさ、いつでもこういう髪型できるやん。あ、伸びひんし。すごいわ、これ分からんわ、さすがに。分からんかった。おも、やば、でもよかった、マジで本物の髪の毛じゃなくて。はい、ということで、はい、ガチな髪の毛でお願いしなくてよかったです。まあ、あの、いつでも一応ガチの髪の毛の方でも、あの、受付は絶対お願いします。じゃあどうぞ感想。いや、もうとりあえずこの質感、本物か。じゃあ案件みたいやから。バイバーイ。